はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんとなんと究極の音楽制作アイデアソフト、そういうような感じのものを開発しました。いつものようにチャット GPT の GPTs です。今画面にありますように AI ミュージックアイデアサポーター、こんな風に言います。まだ開発したてほやほやですので、アイデアを20選提案する GPTs となってますが、これ間違いです。10選です。最初はですね、たくさんのリストを出して、それを Excel の表のようにしてですね、それをストックしておいてネタに困った時に出してもらおう、そんな流れで開発を進めていたんですが、テストを繰り返しやっていくうちにですね、いやちょっと待てよというふうに思いまして、現実は10選出てきます。そしてそれらのもう歌詞まで作ってしまうというような便利なソフトです。では何はともあれやっていきましょう。左側のボタンの曲のアイデアを考えてください。このスターターを押します。するとどんなテーマで提案しましょうかというふうに聞いてきます。例えばディズニーというようなことを考えたとします。でも日本語の歌詞でやりたいときは、ディズニーを英語で書くのはやめてください。カタカナでディズニーとか入れます。今回はもちろん何でもいいです。スイーツとかいうのでもいいし、ただここで皆さんにアドバイスです。僕は AI Music Creators Japan というグループを作って、みんなと一緒に今 AI 作曲の勉強をしたり、 YouTube にアップするための情報交換、こういうのをしてるんですけれども、音楽って皆さん好きな音楽を作りますよね。まあそれはそれでいいんです。でも YouTube の仕組み上、それではなかなか閲覧が上がっていきません。なぜでしょう。それは視聴者が聞きたいものとあなたが作りたいものにギャップがあるからです。必ず YouTube というのは検索をして、もしくはおすすめなんかに引っかかって自分のチャンネルにたどり着いてくれるわけです。ですからトレンドであったり有名なテーマ、そういうのじゃないと、例えば爆伝としたような恋人とのささやき、恋というのは確かにどうしても注目をするワードに違いはありません。でも爆伝としていますよね。これでは検索して皆さんのチャンネルに届くということは基本的には難しいです。やはり日常に視聴者の方が検索しているワードを入れないとなかなかヒットしません。そういうことを考えた上で、今でしたら野球の大谷翔平さん、これについてのアイデアをひねり出してもらいましょう。もう少し的を絞ってもいいですが、今回はちょっと爆伝と大谷翔平というふうに書きます。そして送信します。すると今回チャット GPT が強くなった表形式で作ってくれるようになりました。例えば今タイトルが全部英語になっています。このタイトルの部分だけを日本語に変えてもらいましょう。タイトルは日本語で、これで送信します。はい、そしてその AI やユーディオで使えるスタイルオブミュージック、いわゆるプロンプトですね。真ん中あたりに英語で書かれているのはそういうものです。そして概要欄が右の方にあります。ほうほう、こういうような内容なんだな。例えば二刀流のスーパースター大谷翔平の力強さとカリスマ性をロックで表現とかですね、大谷翔平の夢を追い求める姿をバラードで描く、こんな風な形で曲の概要があります。そうするとこのようにどれがいいかなという風に選んでいただいてもいいですし、この中に
自分の思いがなかったらもう10銭出してくださいとかいうようなことを言っていただいてもいいです。じゃあここで二刀流のスターなんていうのもなかなかいい感じなんで1番を選択しましょう。そうするとなんとなんと今まで僕は歌詞のソフトを作るのが自分で言うのもなんですが得意でして、その AI 用の歌詞のソフトというのをたくさん作っています。その中でもその AI 歌詞ビルダーというのが世界中で受けていまして、今日なんかもアメリカのスタートアップ企業から PR をお手伝いするので一緒にやらないかというようなお誘いがありました。ちょっと僕は英語が苦手なんでなかなか今英語でやり取りするというのは大変だと思って一応保留してあるんですけれども、そういうような形でかなり皆さんから注目をいただいています。じゃあ1番ということで送ってみましょう。先ほどのスタイルオブミュージックをちょっと転記してくれまして歌詞を作ってくれます。歌詞は基本3番まで以上ぐらい出してくれます。邪魔だったら削ってくれてもいいし、また一部分を3番と1番を変えてもらうというのもいいだろうし、もしくはもう1番、いわゆる4番を作ってほしいなというふうに思ったならば、その4番を追加してください。そんなふうに言うと構成をもう一度考え直してくれます。はい、この歌詞でOK ですかと聞いてきてますので、見直して OK なら OK、 もちろん1文字2文字は皆さんの好きなように変えればいいわけです。こんな風に出てくるわけです。もう一つぐらいやっておきましょう。ここで新しいチャットにします。では先ほどと同じように曲のアイデアを考えてください。これでスタートをします。そして夏真っ盛りというようなことをこれから夏ですので言ってみましょう。はい、これで送信をします。なかなか夏真っ盛りというような言葉からいいタイトルというのは出てきにくいですよね。でもさすがチャット GPT です。いろいろ考えてくれます。7番、真夏の奇跡 EDM、真夏の夜に奇跡が起こるエネルギッシュな EDM、 真夏の奇跡が僕らを包むというところからスタートするということですね。では7番をやってみましょう。はい、できました。じゃあ現実にその AI でこれを歌ってもらいましょう。 EDM ということですので多分間違いなく EDM になると思います。はい、歌詞の部分をコピーします。コントロール C、 もしくは Mac の場合はコマンド C ですね。そしてスノの方に行きます。クリエイトボタンを押しましょう。そしてカスタムモード、はい、ここに歌詞を貼り付けしましょう。コントロール V、 もしくはコマンド V です。そうしまして、スタイルオブミュージックをコピーしていきましょう。この部分ですね。これをコピーします。そして、スノのスタイルオブミュージックに貼り付けをしましょう。タイトルですけれども、これもこのまま使いましょう。これぐらいは打つ方が早かったかもしれませんね。じゃあ、ここでクリエイトボタンを押します。はい、出来上がったようです。どんな EDM になったかやってみましょう。真夏の夜空に星が瞬き、君との出会いがまるで奇跡みたい。光の海で踊り続けるこの瞬間。
この瞬間が永遠に続いてほしい。はい、このような感じになりました。ビートは聞いてますが EDM という範囲になるのか、まあいろいろ人の考え方もありますが、こんな風な曲がすぐに出来上がる。何せ今日のソフトは今までの歌詞ソフトと違うのは、アイデアを向こうから分かりやすい表で提案してくれて、そこの中から自分が検討をして一番やりたいなと思うような曲を作れる。そして自分が考えるのと違うのは、 GPT の方はなるべくトレンドに引っかかるようなタイトル、これらを考えてくれて、 YouTube の訴求にいいようなリストを出してくださいというような、僕は内部的にプログラムをしています。自分のアイデア以上のものが出る時もある。これが今回の GPTs の特徴です。そして何よりも簡単です。番号を選ぶだけ。これだけですので、とっても便利ですね。自分がどんなスタイルを作りたいか、ジャンルとか、そしてスタイルオブミュージックも出ていますので、おお、こんな感じでいこうかなというのがチョイスしやすいということです。ぜひこの GPTs も皆さんに無料公開しますので、ぜひとも使ってください。じゃあ皆さん、楽しい AI 作曲に取り組んで頑張っていきましょう。またねー。